今回の座談会のテーマは金沢の観光について話していただこうと思います。金沢マラソンは北陸新幹線の開業に合わせてスタートをしました。北陸新幹線のおかげで全国からたくさんの観光客が金沢を訪れています。皆さんのおすすめの金沢の観光スポットを今回は聞いていこうと思います。また行ってみたいところとかも聞けると楽しいお話になるかと思っています。西田さんは何度も金沢に来てくれていますけれど、印象に残っている観光地やスポットはありますか？はい、僕、こうもう1回目から参加させてもらって2回目以降家族で来てるんですけど、毎大会後毎朝兼六園を散歩します。僕らも 42.195 キロ走った後筋肉痛になるんですよ。だけどその筋肉痛を解消するために兼六園をぐる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 家族を連れて歩いてます。まあそれがね、僕の思い出の一つなので、来年もまた多分同じく朝散歩すると思いますので、来た時は皆さんぜひ朝の兼六園で会いましょう。ありがとうございます。小畑さんはプライベートでは金沢に来たことがあるんですかね？金沢で行ってみたいところとかはありますか？私は実は金沢は本当に初めてで、いろんな大会等で全国各地行ってるんですけど、金沢なかなか来るチャンスがなかったんで、ずっと来たかったんです。でいつも金沢駅の鼓門をずっとこうイメージで持っていたので、今回初めてそれを生で見れてとても感動しました。ありがとうございます。吉田さんは去年レースの後どんなところに行かれましたか？二日酔いで寝てました。はい、でも金沢駅に着いた瞬間にもうザ・観光地っていう感じのこの金沢マラソンのね、こう盛り上がりで、私いつも門鼓門の前で必ず記念撮影をするんですけど、来年はですね、ぜひ市川真由美さんのネタコマネチで撮りたいと思います。ネタになっちゃう。楽しいギャグも織り込んでくれてありがとうございます。市川さんは食べることも好きなので、食べる観光っていうのもお好きだと思います。どうですか？食べるか、はい、私は食べること大好きなんですが、特に海の幸が大好きなので、海の近い金沢っていうのは本当にどこのお店に入ってもお寿司屋さんは外れがなくて、ネタが大きくて新鮮で、もう想像しただけで鼻の穴がでっかくなるぐらいなお店ばっかりです。なので今夜も楽しみにしてます。ありがとうございます。本当に金沢は楽しいところです。全国のランナーの皆さん、ぜひまた金沢に観光でもいらしてください。次の座談会をまた楽しみにしてください。それでは皆さん、さようなら。